おはようございます。おはようございます。パッと見て、うん、妹ですねみたいな意見で後ろ姿から来て何そのシボいや、ツーショットの後ろ初めて見たから、あ、うちの妹、フォルムがうちの妹な、うん、もっとでかいわいや、なんかあのなんか初代フォルクスワーゲンみたいなフォルムや知らないですけど、なんかあんまり聞くことない、フォルクスワーゲンな、ワーゲンな、今年の人がデザインしたやつ、ええやつですか、いや、めちゃくちゃいいやつ、ズングリムック、ズングリムックじゃないやつや、ビートルなやつ、ビートル、あのカブトムシみたいな感じ、カブトムシ、黄色見たら縁起がいいやつやな、ああ、言いましたね、言いましたね、赤見たらあかんがなんか言って、スーパーカーブズングリブックリ、え、ズングリブックリ、ええやつですか、いや、めちゃくちゃ、めっちゃ人気あったよ、ほんまですか、今中古でもめっちゃ高い思いますよ、え、中古でも高い、中古でも高いって俺は完全な中古やけどやる、ねえ、もう始まる、なんか数秒前に一瞬、なんか、あ、やばいあ、やばい、直感動物としてなんかピンときました、メンツが、はい、めちゃくちゃ、かぶる、思った、キャラ、いや俺といや、なんかシュッとしとかなあかんって一瞬思いました。いや、シュッとしているでしょ。シュッとしてますか、キャラメルですか、世界にも聞きましたそれは今問いました、はい、なんでカメラ目線で言うたんや、やっぱシュッとしてるのかということに、やっぱりこれ皆さんに言いたい、でもあれあるんちゃうの、まあ、いたその女性というか女タレント芸人としてね、例えば同じタイプの人が一緒に出番やなとか、はい、番組一緒やなとか、その時一瞬あるとか思わない、あれってね、うん、思う時があって、例えばあのチキチキジョニーさんがいらっしゃって、お二人とも結構あの大きめだったり、ほんでうちの相方も大きい時があって、はい、私も大きい時にあのチキジョニーさんの軽の車で、はい、4人で移動してた時があったんですけど、で信号待ちで赤にあって、はい、車の中で窓開けてたら、外からあのデブーってあの一括りにされたんですよ、車にデブーって言われたんですよ、一人じゃなくて、車もデブーやったんちゃう、いやいや、それがワーゲンの車じゃん、いやいやいや、ズングリも、いやね、それなんかまとめられたのがちょっと、俺もいい、な赤い色の服の何々とか言われた方がいい、え、赤が分類して一番赤がデブーとか言われるそれはそれで嫌ですけど、なんか今の話でもう、まあ、俺多分 俺ぐらいの年代やつのしか浮かんでけんかったと思うんだけど、はい、昔一二の三四郎という小林何やったかな、あの人の漫画あんねん、はい、知らん一二の三四郎って、うん、がプロレスの方の世界行ってゴズが K 乗ってるのをポンと浮かんでしまったの、分かれへんわ、三四郎は一二のアホいの、一二の三四郎は柔道からプロレスに進むのもめっちゃおもろいやつやねんけどな、あもうそれはもうね、お兄さんしか力道山世代の人しか、力道山世代力道山世代よ、だから力ってつけたんでしょ、そう、うちの師匠つけやってる長州力からつけた長州力からどっちも大学へ、リキリキって言われたからもう近所に用意してる犬おんねん、リキっていう名前おんねんな犬が、あ、なんかむちゃくちゃアホな犬や、そう、むちゃくちゃアホな犬おんねん、もう名前リキやねん、よ怒られとんねん俺が通るとたびになんか怒られとんねん、リキが、リキしっかりせよ師匠に言われてるみたいなでも男女でちょっと体格似てるとかは別に気にしないでしょ、いや、それはないよな、でもチキチキジョニーなんかやったら、あ、一緒ぐらいのじゃんの芸歴って、いやいや、あの先輩です、全然、はい、料理の時期に出てきてるような感じがあったからな、ああ、でもあの本当に全然大先輩でなんですけど、うん、ねえ、そうなんですよ、なんかもう自分が客観的に見れなくて、はい、全部こうなってもらう、そうなんですよ、なんかあの大きいのか普通なのかちょっと大きいのか、ああ、最近の大きいのも多いもんな、あの三時のヒロインの、あの、2人ともごっついやんか、あと、はい、徳田ちゃんはいらっしゃいらっしゃいますね、うん、でもキャラとしてやっぱりグループダンジャー一人はいるキャラなのかもしれないですよね、あキャラ的にそれちょっとぽっちゃりにしたりとか、まあ、あの男女違うけど昔は高木ブーさんとか、わかりやすい、やっぱり一人ちょっとそういう人が行くよ来るよねやん、ああコンビニだよ一人ぽっちゃり、はい、いらっしゃいます、そういうのが、あ、さあそれあれするんだ、あの春場所の千秋楽の打ち上げ専門の、はい、なんかどっかイベント回るんですか今日は何々でやって6時に立てますとか言って絶対なんかそうしたらなんかこう
いいんちゃうの絶対なんかそういう格好させられんねんそれやったら、うん、もうね、うん、多分行ってあの何や炎鵬とか阿炎なんか小評的所で大きかったんや、もうなんかね それは俺があったわ意図してなくて、はい、あの大きいのでキャラで行こうとは思ってないです。ただの怠慢でちょっと大きくなってるだけなんですよ。あ、なんかちょっと生蔵の生活してるのか。そうです、そうです、そうです。ご飯が美味しいからこうなってしまった結果、そういう話なんですよ。あ、はい、なんでデカなっていくのやろな。先生はお兄さん聞こえないっすよ。俺もな。いや、じゃあ、バトルからどうなんですか。はい、みんな。俺、ちょっと自分らもこういうタイプの人間って、俺絶対あの低燃費者ですよ。燃費がもういいだ、もしくはあのハイブリッドか電気自動車だ。だって俺この体を起こすもんだ、結構なカロリーいるわけだからな。でももうなんか昔の、ね、8000とかあるようなアメ車みたいなもんですよ。よかった、ダンプとか言われるんだよ。いやいやいや、アメ車やったんよ。あのアメ車みたいな、もうなんか食うでしょ、ガーッと。消費が下がってるのに食べてる量が一緒やからちゃいます。そうそう、それは、それはあるわな、うん、そうです。俺運動量でカロリー消費するとか、俺自体なそのメッシ一食のメッシ自体はそんなに言うほどアホみたいには普通に食べるけど、はいはい、アホみたいに食えへんねんけど、その食った後になあのおやつとしてパン食べたりおかき食べたり、おやつでパン、それが多分あかん。中でも間食が多いんじゃん。いや、間って間って字やけど続いてるじゃん。俺は続いてるんだ。ずっとデザート終わったらまた次昼ご飯。あのね、思って、あ、そうかそうか、1日食べる3食のやつを5回ぐらいに分けてほんま食べたらええねんやったら同じ量な、はい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 、やったらそんなにあの護衛もせえへんやろ思ってたら、うん、その5回ぐらい食べるの量が増えとんねんな、多分な、うん、あのそれが一番なんか太るみたいですね。みたいみたいな、はい、に錦鯉はそうらしいですね。錦鯉、ええの言うてくれたな、はい、あの大きく賞を思ったら、うん、あの3回じゃなくて7回を分けて食べさせた方がいいらしいですよ。やっぱり時間と量や。時間と量や。じゃあお兄さん一回ちょっと来年断食かなんかして、うん、ペラペラなって登場してもらいます。ペラペラなりたいなぁ。わかります。ペラペラ。わかります言うてんで。関さんにはわかります。でもね、あの2022年、そう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 、ダイエット一回成功した。今年じゃないですけどね。2022年です。今年。だいぶ仕上がりましたよ。はい、で大成功しました。14キロ痩せたんです。おー、すごい。そうなんですよ。実は今年で2020で14キロ痩せたんです、うん。はい。14キロ痩せて周り気ぃついてくれた。いや俺気ぃついてる。そうですそうです、うん、気ぃついてくれはる。お前誰やと思う。そこまで言ってた。そこまで誰やまで言ってた。そこまで変わったら病気や。誰やとは言ってた。知らない人も入ってるかも。俺でもな、4年ぐらい前に12キロぐらいバーンと落ちた時があって、はい、相方気ぃつけんかったで。え、ほんまですか。あいつ何も嫌がれんかった。でも気ぃつかれるぐらい来年はちょっとね、お兄さん頑張ります、ね、あの20キロになりましょう。さあミイラや、俺からしたら。